はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはでございます。今日もジェダイサバイバー続きからやっていきたいと思います。で、前回壊れた月のね探索を終了いたしまして、一旦ね、工房へ戻ろうかなというところになっておりますのでね、まあ、とりあえずホローテープを起動して案内したがってね、町へ戻りましょう。で、いいんだよね、ジェダ探索済み 37.4%、 全然だね。工房でもまだ半分探索しないんだ。うわ、砕かれた月も半分すげえな、全然マップまだまだ埋まってないわ。工房へ向かう、酒は俺のおごりだ。いや、今のは無し。金ないんかい。いや、金ないっていうか、あんたの店だからな。酒場を任せて大丈夫か。当然さ、あいつの回路はしっかりしてる、俺の留守も守れるだろう心配なのはあいつじゃない。レイダーが心配か。違う、客さ。ターグルが何を企んでると思う。おいおい、グリーズ、ターグルがそこまで危険か。あのカエルか。その通りだ、急がないと。なんか、マジでターグル大丈夫だよね。あのカエルのことだよね。まあ、いっか。さ、早く。よし、坊主、座れ。着いたぞ。連れてってくれな。というわけで、工房に帰ってきやしたよと。オッケー、それで何をすればいいんだい何をすればいいんだい、僕は。あれ、マンティス、ジェダ、あれジェダが目的地。ちょっと待って、あ、これサブミッションか、ジェダかジェダか、間違えちゃった。移動します。よーし、というわけで改めまして目標来るべきところだったジェダやってまいりましたね。で、この中って何をしてるの？来ないのか、グリーズ。後でな。俺はマンティスに残って分析結果を見る。修理が必要なら、シアの忍者が助けてくれるはずだ。いや、結構。あの変人集団に船を触られたくない。なるほどね。まあいい。行くか。コルドバに見せに行かなきゃいけないからな。ああ、海部に到着。というわけで、どこだ、コルドバ。同感だけど、どうして安全だと言い切れるの？できないわ。ネットワークのリソースは手薄で、リスクを受け入れたくない地域のリーダーもいる。どうすれば彼らを納得させられるの？難民を受け入れれば襲われると多くの人が恐れてる。カル、戻ったのね。何か見つけた？ああ。そう、コルドバが聞いたら喜ぶわ。旅の安全を、カル。シアはすごいものを築き上げたな。そういうと、岩が天然のセンサー妨害素材になってる。それでも足りなかったら、忍者が山ほどのホロブックを投げつければいい。シアが何年も帝国から逃げられたのも分かった気がする。彼女は自分で運を引き寄せてるな。大きな目的のために力のほとんどを抑えてる。ああ、シアの実力はあの程度じゃない。お前もそうだな。忍者とこのアーカイブを作り始めたきっかけは？私たちは聖地ニジェダでできるだけジェダイの伝統を保存する活動を始めた。非合法な教義を守るには危険な場所のようだ。危険すぎたわ。帝国軍に何度も脅かされた後、ナーキスを説得してここに移動させた。私たちはこの修道院の遺跡を見つけて、これを全部作り上げたの。ほんの数年でこれだけのものを作ったとはな。大変だった。でも天命を理解した以上、それに応えなければ。そうだな。よっしゃ、コルドバ。あれ、まだ終わってねえのか。まだ戦いが終わってないのに見捨てられたように感じた。そうね。でもオーダーを取り戻し、消えたものを再建しようとしてた。戦い自体はシアの目的じゃなかった。なら、あなたの目的は戦いでいいの？結構重要な問いかけじゃない？今わかんないけど。じゃあコルドバ、これやで。奇妙な装置だ。これは複製品だろうか。破損の原因は
ライトセーバーか。俺じゃないです。違うとも。治りますか。努力はするつもりだが。マスタージュンだ。帝国軍が巡礼者の聖域に攻撃部隊、いえ発掘隊です。なら隠れ家は知らないわ。そうね。隠れ家廃墟にあるの。避難は始めたのかしら。始めていますが、ブラザーアミアスの応答が。アミアスは受信行動捕まれば隠された道が危うくなる。あ、なんかの組織だったよね。私が行きます。俺もだ。ボト、俺はここで何か手伝おう。助手がいると助かる。アミアスをお願い。わかった。任せて。顔わからんけど。無理はダメよ。カルには無駄ね。君のことだよ。隠れ家は遠いのか。いいえ、でも行くにはスパメルさんが必要ね。出た、スパメル。父の近くに集まってるわ。こっちよ。ここは何だったんだ。古い忍者の修道院よ。すごいわね。ああ、巡礼者の聖地は古代テンプルよ。シアとマスターコルドバはそこを隠された道の隠れ家として選んだ。いつか帝国軍が来るとは思ってたけど、こんなに早いとはね。へえ、まあ一回な、あの外って私歩いてるんでね、なんとなーく R2 か、失礼ね。巡礼者の道は砂漠の向こう側にあるはず。どこそれってどこ。ああ、ここら辺ね。オッケーオッケー。そしたら普通に、違う、ビーコンじゃない、瞑想場にファストトラベルして移動していこうか。ほい、サクッと到着で、こっちの方、いたいるね。しっかり先回りしてくれたようだな。このスパメルは逃げたりしないだろうな。根に持っちゃダメよ、カル。どっちどっちだっけ。ここから行く感じか。隠された道はいくつ隠れ家を残したのかな。わからないわ。でも多くはないはずよ。そこってことか。慌てるな。じゃあこっちか。公開して反対側。やあ、それ。あ、この辺だ。虫たちがいる。殴ってこないんかい。ああ、やってるやってる。え？帝国軍がいる。警戒せ。歯向かうつもりなの？いや。はいはい。あれ？賢いわね。よし。下のトルーパー君たちは終わったかな。あ、いていて。はい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 。よかったじゃん、気持ちよくなったか。敵を追跡中。よし、はい、いて。やるじゃん。守りを固めて。防御中。よいしょーよいしょーよいしょー。よし、終わりーだよっと。スティはこっちね。よし、でこのままでいいんでね。はい、なんか赤いポ、あ、赤いポチは使えねえな。ショートカットか。また気をつけて、危ないかもしれない。隣で戦うわ、カル。来るぞ、来ねえのか。
はいはいはい、バイバーイ。さて上に登っていきましょうか。お、あー、行ける壁だ。隠された道に関わったきっかけは、旅の間助けを必要としている人に出会って帝国から隠れる手伝いをしてきたよ。そうしたら道につながった。時々思うんだ、尋問官から奪ったホロクロンを壊したことに意味があったのか。リストにある子供たちは守ったのよ。でも他にも助けが必要な人はたくさんいる。帝国軍はまだ追跡を続けてる。できるだけ人々を守らないと。なるほどね、まあ頑張ってやってこうぜっていう感じなんだろうね。まあ、帝国に助けられてる人はいないのかな。でも完全な悪とも言い切れないかもしれんけど、まあ悪なんだろうな。一番上のやつがイカれてるからな。シス南国橋ですからね。これで帰り道が5回通でございます。はい、じゃあこの中ね、おやおやおや、あ、普通に開くんかい。これ作業台だよね。おー、なるほど。これはまず押してはめる前にこの奥側見ないとね。あるアイテムしっかりあるんですわ。こういうところだよ、ちゃんと見ましょうね。 OK、 神アノンで、これをプッシュしていきますよと。はい、でここにすごい飛び方したな今な。で、またこのボールだ。はい、シアの基地にいっぱいあったな。ええ、古代防衛機構よ。先人たちの名残ね。帝国が到着して忍者たちがこれを使い始めた。古い技術は目立ちにくい。その通り。そうなんだ、古い技術は目立ちにくい、そういうことですね。よいしょ、よし、届いた。ふう、ギリギリだな。で、おお。隠れ家は中なのか。ええ、あのテンプルは無人で防御しやすい。帝国軍から隠れるのにうってつけだ。いいえ、甘かったわ。ブラザーアミアスは見つけるよ。そう願うわ。裏道を通るわよ、その方が早い。案内してくれ、案内してくれんか。案内してくれよ。裏道言うてさ、先行きはないんじゃないか。ちょっとさ、あれは厄介だ。出た。私たちは2人、お互いに片方ずつ。ちょっと待って、片方ずつ。え、片方ずつってことは2人いるってことじゃん。やばいやばい。おお、コースなかったわ。はいはい、こっちきつくない。あたりを固めて。ちょ、オッケー。ふう、こちらは金色のお前を倒した男だぞ。不快だな。タナローへの道は分かった？まだ分からない。でも公共和国の装置は見つけた。マスターコルドバが今調べているはずだ。シアと彼女のマスターは素晴らしいペアよ。参加して以来道になくてはならない存在になってる。探索中に他のジェダイにはあったか。いいえ、もしそうなら連絡していたわ。ありがとう。なるほど、ここアイテムだけかな。大丈夫、お隣いる方の太もも今切れなかった。大丈夫、向こう飛べそう。飛べないか、無理か。あー、またあそこにあれ、なんか上に飛んでるわ。あれ何なんじゃろうな。あ、で上にあるわ、あの走れるところ。なんかそのうち切れるなんでしょうね。まあ今は無理だ。多分なんかこの L2 だかなんかで引っ掛けるワイヤーがさ、強化されるとかそういうパターンだと思うんでね。
よいしょ、オッケー。ワープ便利そうやな。座標間違うと多分死ぬんだろうけど。ん？あ、これショートカットだ。ショートカット開通させて、とりあえず体を癒してくるか、瞑想して。さあ頼むぞ。ほう、シアの基地への近道ね。よいしょ。今は遠回りしないと。よし、じゃあとりあえず瞑想します。フォースのみ。というわけで瞑想終了、帰ってまいりました。で、上にさ、なんかあったわ。上、今行けないよね。後だ、後回し。いつ行けるようになるんじゃろうな。ほら、なんかあるもんね、あそことかさ。あー、なんか、え、そっちから行けんの？え？網があって、あー。ちょっと一回飛んでみるか。届かない。さすがに無理だったか。これこう逆向きにして、こうこう、届かない。くわー。というわけで、あの、無理なのは分かったんで、先進もう。さすがにね、さすがに2回も落ちてりゃ無理だって分かりますわ。帝国軍の接近中だ。二手に分かれるわ。私が足止めするから、テンプルの近くで合流ね。あ、はいよ。メリー、気をつけてくれよ。気をつけるのはあなたの方よ、カル。はーい。また俺とお前だけだな。あ、もう早速開かない言われてるわ。となるとここ入ってだな、まず。スキャン。イソビーディスキャンして。ようこそ旅人よ。旅は遥か以前に始まったが。ここか。ここだな。あ、ここでさっきの上んとこ行けんじゃねえ。そ、なんてことだ。行き止まりだ。作業台があるって、こっちとこっちか。作業台、いや、ポンポン作業台は置いてあるけどさ、やっぱりスタンスをちょっと変えたりとか、なんかそういうことをしろってことなのかな。これ上も行きたいけど、これ帰り道か。あ、これ上、あ、さすがに無理か。上から降りてくる感じなのかな。ちょっとわかんないですね。作業台があって、そこの隙間が入り口と。他何もなさそうだね。よし、行くぞ。突入する。おーおー、君か。はい。よいしょ。ほら。よいしょ。よいしょ。プッシュ。はい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 。よいしょ。よいしょ。くらえ。はいはいはい。え？いた！ほら！よいしょ、おしまいだ。さすがに分厚い皮だったが。気をつけろ。腹が減ってそうだ。さて、L2。あ。え？ああ、こういうこと？はいはいはい。なんか何も考えずに乗っかったけど。あの、なんか動けないんだが。なんか引っ掛けるとこがあるはずだな。あー、はい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 。OK、OK。アイテムが取れるだけか。したら、持ってきて、近くまで行った後に、
離して引き寄せ、よしよし、オッケーオッケー、ジャスティス、ジャスティス、よし、じゃあこれで僕は上に登ることができると。ここは入り口っぽいのもなさそうだしね、ここ行くしかないか。お邪魔、あ違う違う、失礼、お邪魔します。ここから見ても他のところはいけにゃい、いけにゃいから勝手に触るなよ、死者を起こしたくないからな。お、いいぞ、スキャンスキャンスキャン。最後まで諦めなかったんだな。だがなぜ。いや、ここ暗い。え、あ、あれそっち側ね。お、アイテムだけか。インタラクト、おお、ビビらせやがって。で、上見たから下、おお、はいはい、アイテム拾ったからか、そうだろう、そういうことだろう。よいしょ、ちょっと待って、なんかいっぱいいる、なんかいっぱいいる、見えないの結構きついな、やつから見えてるぞ、やつからこっちは見えてる。はいはいはい、よし、いや仕方しよう。ああ お前明るいとこでやろう、せめて明るいとこでやろう、せめてな、せめてな、明るいとこでな。あ、スキルポイントありがとう。おや、壁がある、あー、こう行くのか。はい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 。となるとこれは本当にショートカットか。 OK、 そしたらこう来てこう来ると、よし、着地を決めたぞ。でで、あ、こっちか、反対側行って、でここにこれ乗れるとこ、よし、白くなってるからね、先人の手垢がついてる、ありがとう教えてくれて。そしてここか、あー上が行くとこだな、あそこにアイテムがあるからこれを回収。お、ビディ、はい、ビディ、あそこか、この地域の地図だ、橋の向こうに巡礼者の聖地がある。他の印は何を意味してるんだ。オッケー、ビディ、しっかり行く、スティムをよこしてくれ。よし、じゃあ上行って先進みましょうかね。私先進ませていただく。ささやきの落下点、捕まってろビディ。え、ゼフォのことを思い出すか。風か、上行く。ゼフォってなんだっけ。なんだっけ、風強かったんだっけか。無理だ、風が強すぎる。うそ、なんとか風を止めよう。え、このまま行けってこと。いやいや、無理無理無理、そうなると、いや風が強すぎるっていうか、上上ではないな。となると飛ぶ方向が私悪かったってこと。あ、ここか。さすがに風を止めないと向こうが行けないってことでいいんだよね。そういうことでいいんだよな。L2、
思議な音色だな。まるで音楽だ。あ、止まってる。オッケー。よいしょ、ナイス。で、瞑想すると。ふぅ、危ねえ。よし、オッケー。じゃあ先行こうか。すごいな。敵と接触します。備えてください。後悔することになりますよ。見えても無駄です。はいはいはい。ほい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 。おしまいと。ふむ。シャトルを待ってたらしい。まだ来るようだな。これはあれをどうにかしないとな。これはやばいね。これはやばいね。あー、死体決定が、あ、いけないか。あ、これさ、さっきのやつを逆にするしかないんじゃない。あっ、ここにあるやつをさ、あ、もう動かんわ。もう動かんわ。となるとだ、動かせそうなやつもないし、下にも飛び降りられんのか。あ、あー、下降りられたわ。なるほどね。サク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 下に降りていって、いや、行ってどうなるっつうの。行けんのあれ。届くわけねえよな。ちょ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 、ただの投身自殺じゃねえか今のやつ。でもあの角度からするともうここ、何これ、なんか急に何か始まったんだけど、ボタンが急に、これってあのデュアルなんちゃらのあれだよね。やべバグったやべバグっちまったぞ。ちょっと待って。よし、君はホースを信じるかい。後悔することになりますよ。彼はホースの向こう側行ってしまったよ。なんか急に何か分からん挙動を始めてしまった。シャトルを待ってたらしい。まだ来るようだな。でもな、あそこ風が吹いていけんでしょ。ちょっとなんかこっち側いけんのかな。あれをどうにかしないとな。あー、こっち側っぽいね。ここだ。あー、道を間違ってたからさっきカルはフォースを感じてしまったのか。仕方がなかったな。ごめんなカル。で、こういうことか。必死に指の力で耐えるわけだな。これ、やしたか。こういうことか。よしよし。上、危ねえ。あれ、これ、端っこから行かないと、持ってかれるぞ。あ、持ってかれなかった。あれ？どんな巡礼者がここに来るんだ。安全地帯を探すためにこの強風の中を踊りするなんて、聖地に値段はつけられないか。いや、本当に誰だよこんなとこ来るの。やーべえ、今完全に流されてたわ。これ上に登、よし、ギリギリで登る。ここは大、あ、でも流される。やっぱり風に流されるわ。この上ではないよね。こっちにいるね。いや、ダメか。あそこか。あそこ白くなってるな。あそこ行くのか。よし、ほらほら、あの右手側の壁のところさ、白くなってるっしょ。だからここでもう上に行っちゃって、上行けねえわ。え、
来た来た来た。あ、こういうこと？いいのか本当にこれで。いいんだろうな。よし。で、できるだけ端っこに来て上に行くと。メリンはこれが裏道だと言ってたな。シアが難民に他の道を案内できればいいが、彼らはもう十分苦労したんだから。この道は案内できんぞ。人が通る道はないもん。ああ、であれか。これで風はしのげるな。よし。しのげるけど。ああ、これで降りればいいのか。はいはいはい、はい。で？はーい。それでっていう。おお。よし。あ、わかったわかった。これでこれか。で、そっちの壁に行けるよと。いや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 、これわからんな。わからん。うん、そういうことか。そしてこっち側行って、で、隣飛ぶと。聞こえたか？例の幽霊だ。落ち着け。ただの風だ。いや、どうかな。風じゃなくて、もしかしてあと一回でも砂漠の幽霊って言ったら。行ったら幽霊が来る。ターゲットを確認。やられないようにしろ。はい、早く、はい、誰か。よいしょ。よいしょ。はい、君たちお疲れ様でした。よいしょ。メリンもいろいろしてたんだな。どうせなら俺たちにもニックネームをつけてくれてもよかったよな。ついてるぞ BD。 保存状態がいい。ジェイダの巻物。オッケーイ。で、こんなもんな。え、何？なんかやべえのいんの？こういう砂漠地帯だとさ、あの生き物系の巨大ボスがいるイメージなんよね。そいつの鳴き声がしたんじゃねえかと私勝手に思ってるんですけど、どうでしょう。後ろに何もなし。ん？何もなしかと思うけど、何もなしだな。オッケー。さて、ビディ頼むぞ。起動してくれい。これどこ行けるの？おー。こっちから強風があって。うわー、頑張ってもらおう、ちょっと。絶対にメリンの仕業だ。頑張れ。頑張れ、トルーパーさん。いけいけ。いけいけ、トルーパー。頑張れ、トルーパー。削ってくれ、頑張って。ちょっとお前さ、そりゃねえよ。手を貸してくれ、相棒。はいはいはい。あー、弾くの遅くなっちゃうんでな。はい。これがな、タイミング合わないんだよね。頼む相棒。ちょっとめんどくせえから。よいしょ。はいはいはい。で、オッケー。尻尾切り落とした。
あ、なに、こういうことなんの。帝国軍はこの環境に備えてなかったようだ。なるほどな。砂漠の幽霊が味方なら心強い。やっと風向きが良くなってきたかもな。しっかりパリしていけば、あいつそんなでもなかったってことか。あ、これ墜落してたのか。あ、ありがてえ、隠されてた宝箱。いただきます。K3 ヴィンディケッターゲットです。で、L2。 この組み合わせ方いけんのか。ちょちょカル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 、今何やったん、何やってたん今。もっとこっち行ってからじゃなかったとダメってこと。直角のあれは鉄骨はつかめないってことですかね。おお、驚異的な力だな、アイド。待って、これ向こう行けるようになったんじゃない、これ。え、ああ、繋がってる。これ上行って繋がってる。こっち来なくてもよかったんや。待ってればよかったんだ、ただ。待ってれば勝手に爆発して道が開けてたんだ。あっちちちあっちちちあっちち。大丈夫ですね。で、この先に。ほほう。ビリ、スキャン。進め、旅人よ。渡るのだ。渡るってどこへ。それはそう。ん、あーあー、これあったね、ここ。あ、失礼、走れとこだったか。このな、ん、あ、これ違うな。あー、そっち側行けってことか。しっかり届く。いや、旅人いけねえよ、普通の人は。どう考えても、どう考えてもいけるとこじゃない。あるのはフォースのみ。ウーマーの地下墓。ウーマー？お、これウーマーか。あれ、BD スキャンしそうなんだけど、しなかったね。あー、なるほどね。この先、ちょっと入れるわ。あれ、何もない。マジか。よし、え、なんかジェダイいるんか。急速考察方角、進め旅人よ。この先か、この先だな、絶対この先だ。となると先に上に行ってアイテムやら何やらを回収してくるのが基地。これ帰り道だね。あ、多分帰り道だよね。開かないよね。完全にロックされてる。で、あそこに行くにはこの壁を使うと。ちょっと待って、あ、滑りそうかと思ったけどそんなことなかった。さあ、これなんだ。ジェダイジェダイ、いいね。したらセーブして直していくか。 100% ボスだよ。ボスいるから、絶対いるから、見てて、絶対いるから。いたぞ、そこにいるぞ。ああ、忘れてた。どうか復活したのか、忘れてた。というわけで戻ってきたんで、一気帝国軍の新しいおもちゃだ、相棒。よし、セントリードロイド。ああ、なるほど。はいはいはい。おお、パワーが違う。
はいはいよいしょはいはいはいおよいしょ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 はいはい帝国も汚い手を使うなボスじゃなかった全然ボスじゃなかったわスキャンよし見てみよう奴らの絶え間ない禁止攻撃をパリし続ければ腕の動きが鈍り切断しやすくなる。へぇ、機嫌を失うことそうなんだ。爆と移動、コンバット、オートマタ射精の DT シリーズ、セントリードロイドは、銀河帝国全域でエリート警護ドロイドとして使用されている。やばい広い体格に黒いメッキを施した DT セントリードロイドは威圧感がある。強力な油圧アームでターゲットを殴る以外に、任務に応じて武器構成が変更されることもある。へぇ、おもろいね。手前の、ところね。え、マジでこれ、普通にボスかと思った。この広さとさ。この広さといい。なんやかんや。ボスっぽい雰囲気バリバリしてたやん。違うんか。とりあえず上登っていくパターンだな、これ。とりあえずこうしていけばいいんですよ。いけそうなとこ行っとけば、いつかたどり着くと。そういうこともあるんですね。ん？ああ、そっちか。え！あ、やべ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 。よいしょ。ふう。あの足場届かないと思わなかったな。まさか届かない。どこ行くんだ？行く場所がわからん。行く場所がわからん。どこだ？あそこに宝箱っぽいのがあって。ただ単に下に降りればいいだけか。ここから下に降りる。で？でっていう。あそこにあるやつか。届くか。届かないよね。さすがに届かないな。あ、そこも壁。壁、走れんじゃねえか。通りで。いやー、やられた。やられたぜ。ここにアイテムがあるから。飛ばして。ふぅ。ジャスティス。いや、マジやられたぜ。壁のやつ見つけなきゃいけなかったのか。これ進めんのか。ああ、なるほどね。曲がった先なんか流砂みたいになってる。マップ上流砂みたいになってるの大丈夫か、ここ。うわ、絶対滑るから、あそこの白いところ、あそこまで行けばいいんだ。で、頑張る。よいしょ。はーい、はい。はー、おお。飛んだ。意外と楽しかったな。飛んだね、今。下行ったりはないね。オッケー、先。うん。君たち、君たち、君たち、ちょっと。君たち、また、また、また集団で。集団暴行良くない。集団暴行良くない。メリンが見守ってくれてるよ、相棒。戦闘ドロイド。今、壁にぶつかったな。ドジッコ、ドジッコをしれっと見せてきたね。さて、で、おうおう。発掘が地位に到達する前に撤収するんだ。そんなことになるとは。あ、ダメなんだ。何をしたんだ。ダメなんだ。戻ってくるんだ。
はい。トレイルヘッドパウ…なんだこれ。お、あー、ショートカットか。オッケーオッケー。早くやれ。多分奴は怯えている。ダムだよ。いた。あー、俺は悪くないぞ。誰か奴を攻撃してくれ。よいしょよいしょよいしょ。ルーパーがいなくなった。やめた方がいい。よいしょ。終わりにしよう。ターゲットできてなかったか。あら、落としちゃったね、シールド。残念。 R2 ロスタイプ。これで大丈夫だな。え、何が。あ、飛べるってことか。よいしょ、完璧じゃねえか。ちょっと助けがいる。そうか、お前か。びっくりした。やっと、おい、早く。はいはいはい。で、立ってやるじゃん。どうしてこんなこと。こっちが聞きて、なんで急にまた割りしたんだ。あ、こっちはいけんにゃい。こちら側ですね。おっと、え、あ、これ上いけるな。となるとこれ下行ってから先進むんだな。オッケーオッケー。下が多分アイテム部屋だと見た。はい、おっと、そんな入ってくるんじゃない。ふう、君たちやめてくれな。破裂しないか。あれ、破裂するのか。結局よこしてくれ。ふう、危ねえ危ねえ。あ、これは、あ、何もねえのか。仕方ない。あいつちょっと仕方して、仕方して。ウーマーの地下ボ。お、おや、アイテムだ。よし、よいしょ。あれ、これだけかな。なんかいろいろアイテムありそうな雰囲気あったけど、雰囲気だけか。うん、待って、このなんか壁の先に、これなんだ。お前適当に。ん？お、引っ張れる。あ？なんだこれ。え？何これ。何これ、全部出せばいいの？違うな。え？何これ。ああ、これで押せるのか。なんか、適当にやったらいけないかな。なんか適当にやったらさ、いけたりしないかな。え？見てくれ。見てくれよ。これよ。こうやってね、なんかいけちゃうときあんのよ。いや、すげえ。マジか。何これ。あ、
スティームだ、スティーム。ありがてえ。スティームとなんだそれ。やったなぁ。やったなぁ、おい。またスティームがあった。これでいい。やったぜぇ。これは十字路に向かう途中の旅人の落とし物がまた一つ。彼らの努力をたたえ、声を永遠に記憶しています。それぞれの金が巡礼で死んだ人を意味してる。へえ。よし、じゃあ戻るか。あ？え？ここどこ？あ、スクーバー。静かに小僧、魚が怖がる。スクーバー、お前こんなとこにいたんか。聞こえなかったのか？聞こえたと。ちょっと意味はわからないけど。雑音だ。漁師は集中が肝心。そうだろ。ここはファンティールラー魚の隠れ家だ。ディープコアの向こうで最大の悪臭を放つ魚だ。つまり俺たちが臭い。いい匂いじゃないな。心配ない。賢いわしはグロサムクラブの匂いをスーツに塗るんだ。ほほう、あの魚は騙されるぞ。おお。え、あさ、あさ。おお。あさ、あさ。わしの熾烈な釣り場だ。だが、ラーはスクーバスティーブやその強烈なアロマにはかなわない。そういえば、お前はこの騒動に少しばかり匂いの貢献をしてくれた。感謝しなければな。ああ、どういたしまして。またな、小僧。それにもし水で体を洗い流したければ構わんぞ。それでスクーバー、海賊はどうした？さあ大変だ。4人の森を持ったクオレンがわしの小さな頭を暖炉飾りにする気でいる。わしは船長を見た。すると船長はまっすぐ見つめ返して、わしが手にしている森に向かって、まるで発情したグーバーフィッシュのように腕を振り回していた。一瞬その海賊クオレンどもを森で岩に釘付けにしようかと考えた。しかし何かが引き金を引くのを止めた。通りすがりのうなぎの輝きに目を引かれたせいかもな。海賊ならキラキラしながらも気難しいうなぎの群れをどう思うかなとわしは考えた。そこでわしは小さな口を開けてうなぎの求愛の声を発したのだ。うなぎ語を話せる。おお。だが通信機のスイッチが切れてた。その声を聞いたのはこのスクーバだけだ。しかしわしの狂気の表情はクオレンどもを怖がらせ、やつらはブラスターを捨てた。奴らが正気に戻る頃にはわしたちは全速力で泳ぎ去っていたのさ。後になってゼフィルスのスクーナー船で無事逃げ出した時、本当の危険が迫っていたことに気づいたが、この続きは次回にしよう。スクーバー、そうか。この奥も行けそうだけど、やっぱこれなんだよな。これが阻んでる。よし、じゃあとりあえず元の順路に戻ろう。これ上に戻ると、ああ、ここでこういう感じだ。オッケーオッケー。これはなんて書いてある？道を求めるな、旅人よ、静寂に帰れ。さすれば道はおのずと明らかになる。おお。もう死んでるからって勝手なこと。意味深だね。さて行くか。でここの上、こういうことでございますね。で、あっちの壁行くってことか。よいしょ、L2。はいはい。よいしょ。はい、よいしょ。これ、巡礼者誰も来れんぞ、こんなところ。マジで。どうやって来んねん、これ。無理、無理、無理、無理。もう最初の段階で無理だってわかるわ。え？誰？ほら、声かわいい。え？え？
ビリと話す。俺はカル、こいつは BD-1 だ。私はピリ。まさか今日巡礼者に会うとはね。ここで何をしてる？できる限り手入れしてるけど、見ての通りほとんど育ってないわ。工房に行ってみたらいい。そこなら何でも育つぞ。いいわね、多分そうする。バイルーンのバーテンに俺の知り合いだと言えよ。あとはやってくれる。庭にするには妙な場所だ。方向性を見失ってたから、巡礼者のように新たな道を探しに来たの。この苦しんでる種を見つけたら世話をせずにはいられなかった。こんな場所で育つものがあるなんてきっと生物は頑固なのね。無駄な努力だと思うけど、これは植物学者としての義務よ。理解できるが、ここは砂漠だ。生物が生きるには厳しい。分かってる。多分認めたくなかったのね。努力は無駄じゃない。でも時には引き際が肝心だ。敗北ではなく、ただの方向転換さ。考えてみるわ、カル。気をつけろ、ピリー。ここは帝国軍に囲まれてる。あなたのアドバイス通り、攻防政権に向かおうと思う。いつか会えるといいわね。まあ、多分屋上にいいんだろうな。ピリボルト。ニワシのピリがパイルーンサルンにある屋上庭に採用された。ピリを迎え入れたと、植物をフルサイズに成長させると追加の区画をアンロックできます。すべての区画をアンロックすると特別なガーデニングスキルを獲得できます。植物集めないといけないからな。しよう。いいぞ、これで橋につながった。おー、こっちは。あ、これ帰るだけか。あ、帰るだけだ。よし。さて、ではその橋に行こうか。トン。砂漠に植物学者か。本当に道に迷ったか、あるいは必死に帰り道を探していたのか。これ風が上に向かって吹いてるってことは上行けってことかな。ここも行けそうだけどね。ああ無理だね、無理だね。そうすると上のあそこか。なんか人がいるね、一人。ふわ、やつがいるぞ。わかった。はいはい。負けても俺のせいじゃないぞ。はいはいはい。次はこっちが狙われる。よいしょっと、おしまい。かなり負傷してる。そこの壁もいけるし、これは？あ、どこどこだここ。あー、さっきのスクーパーがいたところか。あー、となるとここが道ではない。何今の？闇に吸い込まれていった。闇に闇に吸い込まれすぎなんだけど。よし、帰ってきたわ。となるとですね、あそこ、違うな、こっちだよね。こっちの壁を伝っていくルートでしょ。このボコボコできるよね。見てくれ、巡礼者の聖地に続く橋だ。よくわかるね。ああ、あれか。ちょっと目の前のそこに。俺は飛ぶぞ。よっしゃ、オッケー。休憩したいな。というわけで、
カルも休憩したいって言ってるから今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きからね、橋へ向かっていきたいと思いますので引き続きご視聴いただければと思います。というわけでここまで語り私コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。しかしこんな乾燥して風強くて埃っぽかったらやばそうだね。暮らせないこんなところじゃ。